全身タイツに、顔はししとう。高知県三原村の特産品ししとうを PR するため3年前から活動を始めたご当地キャラクター、その名もししとう家族です。今日、村の集落活動センターやまびこの活動を浜田知事に報告するため、お父さんのししとう翔さん51歳とお母さんのみどりさん43歳が県庁を訪れました。三原村では高齢者雇用を増やし地域を活性化するため、力仕事が少なく天候に左右されにくいししとうのハウス栽培を4年前から開始、毎日20人の地元女性が作業を行います。楽しいです、本当に楽しい。家にいたらみんな一人ですからね。栽培を始めた4年前、初年度にして売り上げ1000万円を達成、去年は1200万円と少しずつ成長が見られます。そんな地域の活力のししとうを、ちょっと気持ち悪いけど面白いししとう家族が PR しています。村民はちょっとどう言っていいか。活動を始めた当初は保育園の発表会やどぶろく祭りなど地域のイベントに引っ張りだこでしたが、気持ち悪さが不評で結成から3年、オファーは現在ほぼゼロに。しかし去年12月、 KinKiKids 堂本剛さんがラジオ番組で、めっちゃ好き、なんでオファーがないんやと発言したことで再び注目度が急上昇。今年県内の多くのイベントに出演予定でしたが、新型コロナの影響で全て中止となりました。そこでししとう家族はイベントに出品予定だった商品を販売するため、来月からオンラインショップししとう家族商店を立ち上げます。寂しい、非常に寂しいということです。なんと言ってますか。脚光を浴びることに生きがいを感じて頑張りたいというふうに言ってます。とにかく頑張るぞということで、よろしくお願いします。オンラインショップは来月1日からスタート。三原村の特別栽培米水源の雫や生キクラゲ、ゆずジュースなど村の特産品およそ10品を販売します。またししとう家族は来月5日と6日広明市場で開催される三原村特産品フェアに参加する予定です。